さん、続いてお願いいたします。ご紹介に預かりましたナザレンコ・アンデと申します。私はウクライナという国から参りました。実は2014年、ウクライナではクリミア半島の危機が起きてから、日本のマスメディアも、たまにウクライナの問題を取り上げるようになったんですけれども、やはりほとんどの方々はウクライナについて、聞いたことある程度しか知らないんじゃないかと思いますので、自分の発表をまず簡単なウクライナの紹介から始めたいと思います。でウクライナは東ヨーロッパに位置している国です。ナニセキは約60万キロで、実はヨーロッパの中で最も大きな国でもあります。で人口は4500万人程度で、日本の3分の1ぐらいですね。でどんな国について話しても、やはり象徴である国旗を紹介しなければいけないと私は思いますので、ウクライナの国旗はこのスライドで見れます。青は青空を意味し、で黄色は小麦の畑を意味しています。じゃ次のスライドお願いします。あ、もう戻ってくださいそうですね。だからこういう一般的なウクライナの風景を元になったと思われます。大昔から農業大国であって、でヨーロッパの食糧庫と呼ばれたことさえあります。それだけ食糧に恵まれていました。でそういう豊かな自然に恵まれ、地震や津波のような自然災害に一切襲われることがないような安定した国土を持って、で、ヨーロッパとアジアの真ん中にあるウクライナは平和さえあればもうきっと楽園のようなところになり得たなったでしょうに、実際はそう簡単にはいきませんでした。むしろ大規模の民族浄化と、戦争の舞台となってしまいました。でこれについて詳しくお話をさせていただきたいと思います。じゃあ次のお願いします。先ほど国旗を紹介したのですが、実は軍事パレードやデモなどを見るとこういう赤と黒の旗もよく使われます。黒はウクライナの大地、赤はその国土の独立を得るために流された地を意味しています。でなぜこんなシンボルがよく使われるようになったかというと、その答えはウクライナの歴史にあります。次のスライドお願いします。この表に挙げた出来事の中だけでも、侵略や独立戦争といった言葉は10回以上出てきます。実は13世紀モンゴル帝国に征服されてからウクライナは700年以上の間もずっと外国の植民地でした。でモンゴル帝国が崩壊した時にリトアニアに支配されて、その後はポーランドに支配されて、その後は独立戦争して再び国家を作ったのですが、今度はロシアに支配されて、でウクライナの歴史は本当にそういう出来事の繰り返しであります。一つの帝国から独立したら、また違う帝国に支配されるということを何度も繰り返されました。で実はそういうウクライナの状況をよく説明しているブラックジョークがありますが、こういう感じです。私はオーストラリアで生まれ、ポーランドの学校へ行き、ソ連で就職して、今はウクライナに住んでいます。ただし生まれてから今まで一度もこの街を出たことがありませんっていうですね。でもう非常によくウクライナの歴史を説明した状況だと思います。じゃあ次のスライドお願いします。グラフで見るとこんな感じになります。これは独立国家であった期間と植民地支配された期間の比較なんですけれども、で日本は一度だけ第二次世界大戦に負けた時に数年の間主権を失ったのですね。しかし今存在している国の中で最も長い独立の歴史を有している国であります。でそれはなぜかのになったのでしょう。ただ運が良かったからとかではなくて、島国だからとかでもなくて、やはり祖先たちはしっかりと国防意識を持って国際戦略を考えて、血と汗を流してこの国を守ってきたからのほかなりません。で必要に応じて鎖国したり、逆に明治維新を成し遂げたりしました。で鎖国と明治維新の政策の内容って正反対ですけれども、その両方ともの政策の目的は同じであります。それは日本という国の存在を保守することです。でだから今まで大丈夫だったからこれからも大丈夫と考えたら大間違いです。
それは日本は祖先たちが絶大な努力をして日本を守ってきたからこそ今存在しているわけで、今の世代はその使命を受け継がないで、まあ、ずっとヘラヘラばっかりしていればもう国が持たないんですよ。だからあの国を守ることは全ての世代、今生きている人の役割でもあります。で、独立を失うとどうなるか、まあ、私に言わせればやはり、まあ、当然戦争は恐ろしいことです。しかし独立を失うことは10倍恐ろしいのです。で、前 ある大学生の団体と交流したことがあるんですけれども、でそこで大学生 の憲法改正に関する意識の調査をしていた団体でした。で、なんか改憲に反対している一人の方はこういうことを言ったそうです。万が一侵略された場合、抵抗しないで降伏した方が物理的な損害を受けずに済むと思うと、その方が言いました。で、はっきり言わせていただきます。この世の中に抵抗して負けた国もあれば、まあ、抵抗しないで降伏した国もいるんですけど、物理的な損害を受けずに済んだ国は一つもないんですよ。で、ではウクライナは植民地の時代、実際にロシアにどんなことをされたのでしょう。例えば、まあ、公共の場でウクライナ語を話すのは禁止でした。ウクライナ語で教育を行っている学校は全て閉鎖させられました。教育はロシア語だけで行われるようになりました。でウクライナ語の本と新聞の出版は禁じられ、すでにウクライナ語で書かれた書物は全て、まあ、紛失をされた、まあ、燃やすように命じられました。で結局自分たちをウクライナ人と呼ぶことさえは禁止になりました。占領者が勝手に小ロシア、小さいロシアっていう名詞をつけたのですね。で、それに抵抗したものはもちろんどんどん殺されていきました。じゃあ次のスライドお願いします。で、ここでバルエフ司令っていう資料を紹介したいです。それは1863年に、ロシア皇帝アレクサンドルの就任で採択された文書があるんですけれども、でこれによるとウクライナ語は存在しなかったし、存在してないし、これからも存在しない。ウクライナ語はロシア語の語源に過ぎない。独自のウクライナ語の存在を主張している人はロシアからウクライナを分離させたいだけだと。でウクライナ語で印刷刊行はロシアの国益に反するだと。で、ウクライナ民族とウクライナ語が存在しないならば、あるいはウクライナ語は方言であるならば、なぜわざわざウクライナ語を禁止する必要があったのでしょう。で、ここに集まっている方々は大阪の人だと思うんですけれども、大阪の人だって独自の方言があると思いますが、関西弁のしゃべる人は分離主義者で禁止しなきゃと言い出す政治家は一人もいなかったですね。で、こういうふうに何年もウクライナ人の民族としてのアイデンティティをなくそうとしてきました侵略者が。しかしウクライナの人口が多かったため、ロシア化は結構遅く進んでいました。ですからロシア革命が起こった時にロシア軍が弱くなって、でウクライナ人はすぐ独立を宣言し、ウクライナ人民共和国という国を作ったのです。だが、ロシア国内の紛争が終わったら、ソ連として生まれ変わったロシアはまたウクライナを征服しました。そしてロシア帝国の政策は失敗したのは、やはりウクライナ人が多すぎたからだと考えて、人口減少政策を行い始めました。じゃあ次のスライドお願いします。1933年にスターリンの計画でホロドモールっていう大虐殺が起こりました。まあ、ほとんどの辞典を見るとホロドモールはこういうふうに説明されています。1932年から1933年にかけてウクライナ人が住んでいた各地域で起きた人工的な大飢饉である。ウクライナ人たちは強制移住により家畜や農地を奪われたために400万人から1450万人が死亡した。また600万人以上の出生が抑制された。で、死んだや強制移住させられたウクライナ人の代わりに、もちろんどんどん占領者がそのウクライナの土地に入り込んだのです。で、実はそれは中国やってることと、まあ、非常に似ている政策だと思います。民族を強制移住させて、自分の民族をそこに入植させて、で、そういうふうに他の民族の固有の領土を奪う政策なんですね。で、さらにスターリン政権は大粛清っていうのがあったんですけれども、
1937年にウクライナの代表的な作家や詩人を1年間で200人も銃殺しました。だからこういうふうに徹底して言語、文化、アイデンティティ、文学、要するにウクライナ人、ウクライナ人とするものを全て破壊させようとしてきたんですね。で、植民地支配された国はそれぞれの特徴があると思うんですけれども、言語の制限、民族浄化、大規模の搾取は避けられないのです。で、またですね、隣国にとって脅威にならなければ責められないと考えている人もいます。で、あるいは国際条約があるから大丈夫だという人もいます。しかし、ウクライナの歴史を見たら、それはいかに現実と無縁な主張なのかすぐわかります。で、次のスライドお願いします。1991年、ウクライナはソ連から独立したときに100万人の軍隊を持っていたし、で、核兵器保有国でもありました。しかもその米国とロシアに続いて世界第3に大きい核兵器保有国でもありました。しかし自分が持っていた核兵器を全てロシアに譲りました。そして軍隊を100万人から20万人、つまり5分の1まで軍縮しました。で、核兵器を譲る代わりにロシア、イギリス、アメリカ、フランスはブダペスト協定書っていう国際条約を締結しました。簡単に言えばですね、誰かがウクライナを侵略すればその4カ国はウクライナを守るっていう約束をしたわけですね。で、しかし実際はどうなりましたか。ウクライナの核兵器をもらってウクライナを守ると約束したロシアが2010年に侵略戦争を仕掛けて東部のテロ組織を軍事支援し、で、ウクライナの領土を奪ったのですよ。で、欧米はいろいろ経済制裁を課したんですけれども、それ以外は何もしてくれませんでした。で、今なおウクライナ東部でロシア軍とロシアが支援しているテロ組織と戦っているのはウクライナ軍のみ。誰もウクライナのために戦いに来ていません。で、そもそも国際条約云々の話を日本人から聞くのは不思議でなりません。だって北方領土はどうやって強奪されたか覚えていらっしゃるでしょうか。日ソ条約があったにもかかわらず、ロシアはその条約を無視して、で、日本が一番弱っていた時に背中を打ったのですよ。そして北方領土に住んでいた日本人を全員ふるさとから追い出して、で、今は黄岩にもロシアの固有の領土だと嘘をついてるんですよ。で、ウクライナに対してもほぼ同じことをしました。で、日本の周りは実は見たら、そういう日本の周りもウクライナの周りも条約を守らない国はほとんどなんですよ。それは北朝鮮にしても、中国にしても、ロシアにしても、韓国にしても、いつも条約を破ってる国ばっかりです。で、特に強調したいのは、ウクライナ東部の紛争は過去の話ではありません。今なおウクライナ東部では交戦が続いています。で、2019年の3月と4月の間、34人のウクライナ兵と8人の民間人が殺されました。で、私はですね、日本の大学で政治学入門という科目を取ったんですけれども、で、そこで先生はこう言っていました。20世紀にはほとんどの国は経済的にお互いに依存しているから、どんな国でも戦争をしたがらないだと、メリットよりデメリットの方が大きいからって、だから戦争はありないみたいなことを言ってました。で、理屈としてはとてもいいんですけれども、で、もし私の祖国、いや、私が生まれ育った地域のすぐ近くに実際に戦争が起きてなければ、私もその先生の言葉を信じたかもしれない。だが、私は毎日ウクライナのニュースを見て、毎日戦死した兵隊の通報が流れます。そして2014年、敵兵が私の出身地にやってきた日もはっきり覚えています。では、次のスライドをお願いします。で、武器を持った人が市役所を攻略して、で、ウクライナ国旗を捨ててロシア国旗を上げたんですよ、私の出身地の市役所の方で。で、そしてハリコフ人民共和国とやらの独立を宣言して、で、その新しくできた共和国はロシアの一部になると宣言しました。で、私はその時すでに日本にいたんですけれども、で、市役所が武装勢力によって支配された時にお母さんからメッセージが来たんですね。
もう二度と会えないかもしれないけど、日本で頑張ってねみたいな。で、まあ、当時は本当にもう終わりだと思ったんです。もう自分にはふるさともないし、戻る場所もないと考えてた。で、毎日ニュースを見てて、で、私は通っていた専門学校からわずか数百メートルしか離れていないところで、打ち合いが発生し、4人ほどが死亡したっていう知らせを見ました。で、本当に毎日毎日見ていた通りは、もう血だらけになって、もう死体がたくさん置いてあって、もうすごく大変な思いでした。しかし、嬉しいことに、親ウクライナ市民と国家親衛隊が力を合わせた。そしてゲリラ戦に応じて侵略者を追い出すことができました。で、私は難民にならなかったことは全て国軍のおかげである。で、だから毎日感謝しながら生きています。で、5年前とか10年前とか、いつかこんな思いをするなんて誰一人も考えなかったんですよ、ウクライナの中で。私ももちろん考えられませんでした。で、ウクライナの中でも20世紀には戦争がありえないでしょう。ここはヨーロッパですよ。ヨーロッパにはもう大昔から戦争がないんですよって、あるいは話し合いで解決できるだろうって信じてる人はたくさんいたんですよ。で、今はそれは非常に危険な考え方だと私は分かりました。今は戦争が起きないと思わせることも敵の戦術の一つだと私は思うようになりました。で、次のスライドお願いします。でこちらは30秒だけの動画なんですけど、これは2015年ウクライナ東部のマリウポリ市で撮影されたものです。でちょっと流してください。いきなり15秒ぐらいになると上からミサイルが落ち始めるんですね。ちょうどその車から3メートルしか離れてないところ一つのミサイルが落ちて前の車が破壊されて、でこの運転手が逃げたんですけれども、そういう動画だったんですが、まあまたまあ実は YouTube でマリウポリの砲撃で検索したら出てくると思います。で、そうです。だから一般市民は普通に出勤したり通学したりするときに突然砲撃が始まりました。でその時は多分50人ぐらいの一般市民が亡くなったんですね。しかしウクライナ軍は反撃したおかげで今はマリウポリ市はとても平和的な街です。もう3年以上砲撃を受けたことなくて、そこの住民も平和的な暮らしを送れるようになっているんです。では戦うことをやめて降伏したらそれができたのでしょうか。最前線の逆側にあるドネツクという州があるんですけれども、そこの州は抵抗しなかった。そこの州は今も親ロシアテロ組織によって支配されています。じゃあ次のスライドお願いします。じゃあもう一度次のスライド。そうですね、こちらはドネツク州で撮影されたものなんですけれども、ウクライナ軍がそこから追い出された時に、もちろん親ウクライナ派の市民に対して、まあ、弾圧が始まりまして、でこちらの女性は、まあ、ウクライナ国旗を持っていたからこんなことになったんですね。ボコボコにされて集団リンチされたんです。でじゃあもうあと1分なので、ちょっと結論にいます。だからそうです、
繰り返しになりますが、戦争が始まる前にいつかこうなると考えた人がいませんでした。戦争がいつ起こるか誰一人も分かりません。だから今戦争を防ぐために自分に何ができるか常に考えなければなりません。で、私の考えでは平和を奉仕するために第一にしなければならないことは憲法改正であります。で、もちろん私は憲法を含めた法律も国際条約も、いざという時にあんまり役に立たない紙切れであると考えてるんですけれども、でも今だったら旧字ははっきり国軍を持ってはいけないと禁じるにもかかわらず、日本には立派な陸海軍があるわけで、それは占領区では世界第7位を占めているすごく立派な軍隊がある。でそれでも改憲が大事だと考えます。なぜならば何千万人もの日本人は投票所に来て、でこの国を守りますよ、自衛隊が日本を守ってくださっているように我々は自衛隊の権利を守りますよ、外国に押し付けられた法律を認めません、我が国は自分の手で治めるのだという強いアピールをしたら、そういう国を考えて国を守りたい日本人の姿勢こそは最大の抑止力になると思います。お答えいただきました。動画大変失礼しました。もう一度だけ検索の言葉いただいていいですか。またマリウポリ攻撃マリウポリです。マリウポリの攻撃、はい、検索してまた見たいと思います。独立国家であることを位置づけることっていうのはどれほど大変なのかということを考えさせられました。ありがとうございました。